カモンタツオのカモンカモンカモン。改めましてカモンタツオです。そうそう、ツタヤとかあのアマゾンとかの配信ね、画期的なことになってるね今。これいつから、あの前はあの、まあ、DMM とやっぱアマゾンとツタヤが、まあ、3つの杖とかと思うんですけれども、 DVD が2枚ずつ送られてきて、それをポストに返すという、それだけで画期的やったんですよ十分。それまではレンタルビデオ屋さんに行ってですよ、まだ VHS の時代なんかはこれとか言うて、それを全部カウンター持ってって、でビデオを持って帰ってまた返しに行くっていうのが十何年、20年ぐらい前からか、それをポストに返してってことになって、でそれが今全部自宅で配信でもう何万っていうソフトが見られるという。でうちちょっとテレビを去年買い替えたんで、ネットに詳しい人にこれどうやってやったらええのって言ったら、ちょうどあのテレビのリモコンのところにあのボタンがありますから、あのアプリの、えそんなんあんの、あ確かにアプリって書いてあるわ、アプリプッと押したら、そこにもうツタヤとか全部出てきて、それで設定するとそのリビングの中に Wi-Fi の設定があれば、そこでパスワードとか入れたらテレビがもうネットとつながって、それによって全部そこで映画とかも見られてしまうと。いつからですかこれ、何年前から、3、4年前、もっと前、そんな前からみんな版をプレイヤーに入れずとして家で見てたわけ。すごいね。しかも今30日間無料ですよ、見放題ですよ、すごいよ。30日間の間にキャンセルしてもええねんもんね、あれ。でもこれ便利やからな。それとあとアマゾンのプライム会員に入っていますと、あの無料で見られる動画、これスマホとかでも見られるやついっぱいあるねんね。えらい時代ですね。でちょうどまあゴールデンウィーク差し掛かって、本当に見たいけども劇場に行けずに見逃した作品っていうのがここもう5年10年の間にいっぱいあるので、そんなん全部今これ引っ張ってくれるわけですよね。早送りもできるもんね。えらい時代やな。いやネットで借りてで DVD をポストに返すっていうのは、これは本当画期的やったんです。ちょっとなんか色っぽい DVD とかをですね、昔は店に行ってビニールののれんみたいなのがこうかかってる奥のコーナーでなんかちょっとこう後ろめたい気持ちで、でまあジャケ買いやないけども、あの本当にジャケ買いにも随分騙されたもんですよね。 VHS の時代懐かしいですよね。借りに行きました。ほんでまあまあ返しに行くときに、まあこれ何20年ぐらい前かな、ちょうどその前に僕はドラッグストアに行って洗剤の顔のザブを買って、白い袋に入れてたやつと、ビデオを会社の中に白い袋に入れたやつを車の後部座席に2つ置いてて、でレンタルビデオ屋にザブ返したもんねザブやごめんごめん、かっこ悪いやんかそんなでまた車にまた行って正規のやつをまあ戻すという。あれもなんか昔のエッチな本を買うときに他の真面目な漫画の間に挟んでエッチな本だけ裏側に入れておくとか、まあまあ思春期男子なら誰しも通るそういう視覚物の変遷みたいなものを感じるわけですけど、今はもうね、昔はだってもう堤防とかに雨ざらしでちょっといかがわしい本とかを傘とかでつついて、なんかパリパリパリとそれまた乾いて、なんかもう泥とか草とかと一緒になんかセーラー服着て、どう見てもこれセーラー服着る年とちゃうでみたいな人がセーラー服を着て、そういうので我々は堤防とか土手によう落ちてました。今も落ちてますか。そのうち土手の上のエロトピアって歌作らなあかんと思ってるぐらいなんですけどね、まあ、その辺のね変遷ね、隣の町まで買いに行ったもん。で隣の町までチャリンコで買いに行って、で自転車の前のカゴのとこにエッチな本を入れて、このまま事故に遭うたらどうしよう事故に遭うたらこれこうやってることがバレるとか思って、もうそういつも丁寧にゆっくりチャリンコ乗って帰った思い出とかですね。そんなん考えたら今もうネットで引っ張ってくれるわけよ。地方のホテル行っても今ネットとかでも全部いろんなものが、まあエレベーターホールのところにカード売ってたり、番号が出てくるレシート1000円ですよ新しいホテルはね。案外昔から歴史の伝統があるところはまだそのシステムが導入されてへんので、フロントで課金するというシステムになってまして、その時フロントであこいつこれ見よったなってバレるのが嫌やからあえて見いひんとか、そのさらにもうちょっと昔はあのテレビがまだあのブラウン管の時はあのテレビの横にあのコインを入れるところのやつがあって、100円200円でね、だいたいチャンネルは2チャンネルがエッチやったんです30年ぐらい前で、途中まで見て
で課金せんのが悪いから帰ってくるまでコンセント外しておいたりなんかすると引き続きその100円200円分が見れるというまあ本当ねもう人類のもう英知を本当にこの性の目覚めに費やして、我々人類は成長してまいりました。それが今や家で30日間無料でも見られるというすごいことでございますね。カモンタツオのカモンカモンカモン。さあそれでは続きまして、メールなんかも紹介していきたいと思いますけれどもね、こちらは豚が見るアホのケツ。4月の放送でギャーシリーズのストラップのコガネムシイガの後は何と言ってるんでしょうかとメールしましたが、コガネムシイガ首筋にで合ってるでしょうか。合ってます誰かで合うやろ合ってたらステッカーください、ステッカーくださいって。まあこのギャーシリーズのまあ携帯ストラップもカモン達夫のトップページからご覧いただきたいと思いますけども、まあちょっと今日改めてじゃあギャーシリーズをねいくつかやってみましょうかね。ウランの畑でポチがかむギャー、大きな栗のトゲ刺さるギャー、でんでんムシムシ肩にいるギャー、コガネムシが首筋にギャー、ちょうちょちょうちょ洋服の中ギャー、あれ松虫も服の中ギャー、桃太郎さん桃太郎さんお腰につけた錦蛇ギャー、まさかに落とした足の上ギャー、ポッポッポハトポッポこっちに向かって何百羽ギャー、ハリネズミの親子が会話をしているよ、ねえねえお父さんおんぶしてギャー、あ雨降ってきた傘さしてブスギャー。これが今定番で流れておりますギャーシリーズで、このうちの5つのギャーがギャーストラップとして販売されております。カモン達夫のホームページ桜作のショップのとこ見ていただきますと、まあ、一番安い感じでいきますと1200円ちょっとで買えます。 Amazon で買いますと商品の単価が1200円になって、さらに送料600円で1800円かかってしまいます。ライブの会場だと1000円で買えます。いろんな方法でお買い上げいただきたいと思いますけどもね、まあライブの方もいろいろと決まっておりまして、またホームページとかご覧いただきたいと思いますけれども、東京公演ももうこれ情報公開していいんですよね。カモン達夫デビュー35周年 2 還暦&ニューアルバムリリース記念ライブ、東京はですね、まあ恒例です、東京渋谷のマウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャーで8月18日土曜日昼夜公演です。昼が13時、夜が16時半、夕方ですね。詳しくはホームページをご覧いただきたいと思いますね。5月6日までカモン達夫オフィシャルホームページで SNS 先行先着予約申し込み、お一人様4枚までとなっております。さあ今だったら大丈夫ですよ、ぜひお買い上げいただきたいと思います。まあ、その他にも夏場にはまあ大阪の吹田とか森口とか、あるいは兵庫県の赤穂とか生駒とかなんかも情報入っておりますので、その辺はですねデビュー35周年という還暦ですけれども、さらにニューアルバム今度7月21日に33枚目のオリジナルアルバム「ヘイ・ジョード生きてるうちが花なんだぜ」35周年記念アルバムなんかもリリースされますので、ぜひそういうのも聞きつつ会場にお越しいただきたいと思いますね。さあギャーシリーズっていうのはね、これももう実はね30年ぐらい前に芽は出てたんです。一番最初のはどんなやったかというと、ちょっとこれ時代昭和ですよ、ウイニングボールを客席に投げ込むプロボウラーギャー、そんなんとかですね、トイレ入ったらケツなかったギャー、何がよく意味わからないんですけど、あとはまあ滑り台が下ろし金ギャー、こういうのがあの初期の作品でありまして、でそこからまあいろいろと進展していくというね。カモン達夫のカモンカモンカモン。